サイファーは、成田美奈子による漫画。ララに9 8 5年2月号から1990年12月号にかけて連載された。単行本は、全12巻。1980年代のアメリカを舞台にした、少女漫画。美術学校に通う少女と、その少女に秘密を知られた双子の俳優を中心とした作品。彼らの二人一役のきっかけや、 双子と彼らを取り巻く人々の葛藤と自立、再生を丁寧に、細やかに綴る。続編に大学進学後のアレクサンドラを主人公としたアレキサンドライトがある。前作、エイリアン通りの大ヒットで人気作家となった成田であったが、ある時、エイリアン通りの単行本を棺に入れてほしいとの遺言を残して自殺したいじめの犠牲者がいたことを知り、 どんなに辛い目にあっても生き続ければ、いつか報われる時が来るとのメッセージを込めた作品の執筆を決意したという。本作の主人公たちが作者の他の作品に比して過酷な状況に置かれるのも、こうした執筆意図のゆえであると成田は従回している。ニューヨークの美術学校に通うアニスは、同じ学校に通うプロ俳優兼モデルの芝が双子の弟サイファと交互に、 学校へ来ていることに気づいた。アニスは周囲を欺く、双子の真意を突き止めるため、双子の家に泊まり込み勝負を挑んだ。その勝負とは、2週間で双子の見分けがつくようになるかというもので、アニスが勝てば双子が真相を話し、負ければ今後一切詮索してはならないというものであった。2週間の同居生活でアニスは双子の見分けがつくようになっていたが、 双子が自ら話してくれるようになるまで待ちたいという思いからわざと勝負に負けた。しかしこの勝負が縁で、アニスはやがて弟のサイファと付き合うようになり、一方、兄のシバは街で声をかけてきた女優の卵のディーナに次第に惹かれるようになっていった。その後も双子の二人一役は相変わらず続いていたが、サイファとディーナが一緒の仕事をすることを知ったシバは、 ドラマの役を譲ってほしいと弟に頼み込んだ。だが、サイファは、シバの気持ちを知りつつも、役者としてのプロ意識から仕事を譲る決心が、つかなかった。双子の入れ替わりを知らないディーナは、仕事の現場でサイファを、シバとしたい続け、両親の過酌とディーナへの死母から、早くすべてを打ち明けてしまいたいシバをサイファは、この仕事が終わるまで、そうしたら二人は、晴れて、 恋人同士だと必死になって止めた。この仕事を最後に、サイファはすべてを隠したまま、バ名義の仕事を引退するつもりだったのだ。その間、ディーナは、仕事の現場と、プライベートで接するバの人格が微妙に違うことに、次第に違和感と不安を感じ始め、とうとうドラマのスタッフたちがいる前でバを演じる。サイファに、あなたが好きだと告げる。芝本人でないサイファは、 返事を保留するが、ツインタワー本作は、ジョン・スタインベックの小説、エデンの東及び、連載当時ニューヨークに存在したツインタワーを主要なモチーフとしている。前者については、一貫冒頭で、エデンの東のモチーフである聖書創世記のカインとアベルのエピソードが用いられているほか、作中で、主人公たちが、テレビドラマ版のエデンの東最終回を鑑賞して、 涙を流すシーン、ロイラングがロサンゼルスで役作りのためにエデンの東の後書きを読むシーンなどもある。また、片親を亡くした兄弟がお互いに傷つけ合い、家族が崩壊するという物語の基本プロットもエデンの東を踏襲している。本作の最終話のタイトル、ティムシャルもエデンの東から引用されたもので。 ロイラングが自由の女神像を見ながら思い出すアニスのセリフはエデンの東に登場する中国人 D のセリフに言及したものである。一方、ツインタワーは主人公たちの思い出の場所として描かれており、物語の転換部では昼夜様々なツインタワーのイラストが多く使われた。登場人物のイメージソングアレクサンドラ・レバインや春を収録、BS 漫画やはより、 ありがとうございます。